こんにちは、しなすけです。今回はね、まあ、いよいよね、モビルワーカーさんをね、ウェザリングするということで、ウェザリングに必要な道具をいろいろと購入してきました。で、ネットとか本で見た中で、もう本当にこれは絶対必要だろうっていうものを全て揃えたので、これからウェザリング始めようかなとか、やってみようかなっていう人の参考にもなればいいかなと思ってます。多分今日紹介するものがあればできるんじゃないかなと思うんですけど、はい、きっとできるはず。私は今日買ってきたものでウェザリングするぞって感じなので、うん、大丈夫なはずということで、皆さんにちょっとお見せしたいと思います。はい、私が買ってきたのはこちらです。 1,2,3,4,5,6,7,8 8点ですね。なんだろう、私初めてね、見るものとかがありまして、あ、面白いなと思って早く使ってみたいってワクワクしてます。あとはね、なんだろう、こういうプラモに使ってなかったもの、こういうね、チップって呼んでた気がするんですけど、この化粧品でもこれあるんですよね。こういうの、お化粧するのにウェザリングマスター用ツール3本って書いてるんですけど、こちらはもう私ね、これと形が全く同じようなものをね、化粧のために100均でよく買ってたので、なんだか不思議な感じがしてます。こちらも化粧品みたいなね、見た目ですっごい可愛いし、あとはペンとか、ね、このマスキングテープはちょっとあんまり関係ないかもしれないですね。あとはカラーだったり、こちらのね、隙間テープ、こちらの隙間テープってやつは100均で買いました。これがスポンジにすごい使いやすいということで購入してきました。はい、ということで買ってきたのは今皆様にお見せしたものたちです。ということで、一個ずつちょっとね、見ていきたいと思うんですよね。で、このね、マスキングテープ、このマスキングテープは、多分使わないと思います。私が、モビルワーカーさんの模様を描くのに、模様っていうか柄を描くのに、これは必要だろうなと思って買ってきたものなので、こちらはウェザリングにはちょっとあまり関係ないと思います。もしかしたら使うこともあるかもしれないですけどね。じゃあね、まずね、こちらは、こちらはね、メタリックカラーの、メタリックつや消しって書いてますね。メタリックのつや消しのね、焼き鉄色？なんていうもの？焼き鉄色？焼くに鉄に色。焼き鉄色？焼鉄色？わかんないけど、なんか、結構暗いシルバーっていう見た目な感じがします。この瓶を見た感じ。暗いシルバーなのかなみたいな感じがしてます。で、こちらの使い道は、これでこの塗料をスポンジにちょんちょんってつけて、で、そのスポンジをモデルにトン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 って、チッピングっていうんですかね、トン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 って当てていって、こうメカがちょっとね、剥げてるような、メカをコーティングしている色が剥げてるような感じで表現するためにこのカラー買ってきました。やっぱガンダムでも色がコーティングされてるわけじゃないですか。だからその色が剥げて、中の機械の色がこう見えてるような表現をするためにこちらのカラー買ってきました。結構これで剥げてる部分を、作るのはすごいセンスがいるんじゃないかなと思います。どこがね、どういう場所がこう剥がれやすいのかっていうのをやっぱりね、多少は考えた方がいいのかなと思って、まあ、これはまた後ほど頑張りましょう。で、こちらはね、100均で買ってきたものです。これはもう本当にさっきね、ハゲ表現をするときにスポンジに塗料をつけてって言ったんですけど、その時のスポンジが、これを使おうと思ってます。このスポンジがなんか本とか見てたらすごい使いやすそうだったので、これを切って、自分の使いやすいサイズに毎回切っていって使っていこうかなと思ってます。あとはこちらね、ガンダムマーカーですね。はい、こちらのガンダムマーカーは何に使うかっていうと、この茶色い方のガンダムマーカーは、これを
モデルにとんってちょっと色を置いて、その上をなんか綿棒とかでこするのかな、シュッてこすってスライドするようにこすったりすると、こう錆びてるような表現ができるっていうことで、ちょっと買ってきました。錆び表現のためにこの茶色買ってきました。でもう一個のグレーもちょっとそういう錆びに似たような表現で使えるのかなと思って買ってきたものです。何か使い道あるんじゃないかなと思って、はいはい。次はこちらですね、タミヤウェザリングマスター。こちらね、私本当に初めて買ったし、調べて初めて、まあ、存在自体はなんとなく知ってたんですけど、あ、こういうものだったんだっていうのをね、本当に知ったばかりのもので、見た目めっちゃ化粧品みたいで可愛いなと思ってます。でこちらはこれ塗料がね、この中に3種類入っているので、まあ、色が違いますよね。はい、中にねこんな感じでブラシとスポンジが先についたものと、あとは塗料が3種類入ってるので、これをこのブラシの先、まあ2種類先があるんですけど、ブラシだったりこのスポンジだったり2種類あるんですけど、こちらのねこうやってトントンってつけて、でこれをモデルにもう直接こすりつけるだけで、まあ、様々な表現ができる。この色によってどういう表現ができるかっていうのが違ってるみたいで、例えばこの暗い、なんだろうな、茶色なのかな、ぽい色だと、これだとオイル汚れが表現できますよとか、この真ん中とか、この青色っぽいのだと熱で焼けたような表現が、熱で金属が焼けてしまったような表現ができますよっていうことです。もうこれをね取ってこすりつけるだけでできるようです。でこのね色にもね、いろんな種類があるのですごい面白かったですよ。で私はもう一種類買ってきて、こっちの色はね、なんか砂ぼこりなんか砂がねついて汚れちゃってるような表現に使えるようです。で一応ウェザリングマスターの中にはこういったねスポンジとブラシがついたこういうものがちゃんと1個入ってるんですけど、まあ、一応予備にちょっと買っておきました。こちらのねこのブラシとスポンジがついたこの棒は100均でも売ってると思います。私化粧するようにこの形のものをねいつも使ってるんですけど、100均でよく買い揃えてましたので、あれでもいけるのかなって思います。ちょっと触ってみた感じ質感とかも似てたのでできるんじゃないかな。でも私が100均で買ってるやつは割とこっちのスポンジ側の方がねすぐになんか破れちゃったりするので、もしかしたらこっちの方が長持ちするのかなとか思ったりも、こっちの方が頑丈なのかなとか思ったりもします。値段もねこちら確か200円だったので、まあ100均のも多分3本ぐらい入って100円だから、まあ、そんなに値段もね、まあ、倍だけど言うても100円の差だし、もしかしたらこっちの方がいいのかなとか考えてます。はい、ということでこれでウェザリングができます。あー楽しみ。道具がねうまく揃ってよかった。モビルワーカーさんね、どうしようか。絶対かっこよくしたいんですよ。でもね絶対汚れ、ウェザリング似合うじゃないですか、あのモデルって。だから本当にこれ成功したらめっちゃかっこよくなるんじゃないって正直思ってます。なのでもう成功させたい皆さんにね、かっこいいものを作ってお見せしたいんですよ。で私が学ぶついでに、私と一緒にねちょっとウェザリング始めてみようかなみたいな方ももしいたら、まあ、一緒にね学んでいって、でコメント欄見たらね皆さんたくさんすごくいいアドバイスをくださってるので、そういう私以外の人のわからない人もコメント欄とか読んでね楽しんでいけたらいいかなと思います。いや本当ね、いつも皆さんからのアドバイス本当に感謝しております。ありがとうございます。じゃあねウェザリングも頑張っていきますのでよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、じゃあねー、またねー。